皆さんこんにちは。先ほどご紹介いただきました山坂です。48年にですね、広島大学の教育学部に、入学しました。今見ていただいたビデオはですね、私どものメインのお仕事であります。他にもですね、不動産事業とかですね、流通事業、そんなことも最近始めております。それで、今年で、先ほども最後にあったように12月で、50年になる会社です。12月の14日で50年になります。で、私は、先ほどもお話がありましたけれども、広島マツダで、車のセールス、大学を卒業した後車のセールスとですね、ノンプロがあったんで野球をしながらですね、3年過ごして、私どもの会社に帰ってきました。で、帰った時はですね、まだ会社もですね、14億ぐらいの売り上げだったんですけれども、昨年の売り上げがですね、318億で、ここにありますように、グループ全体でいけば329億になりました。ちょうど私が会社に帰ったのがこの時であります。で、昨年ですね、それと、昨年じゃない、今年ですね、会社をちょっと分社化してですね、これまではバルコムという会社で、ほとんどのことをやってたんですけども、車の部門を、広島、岡山、山口、福岡、それと二輪車の部門を分けてですね、分社化してですね、いろんな人が、チャンスがあるような形にしております。で、海外にはですね、この、中国の2社と、シンガポールに、1社、これは焼肉屋なんですけど、中国は車の関係ですをしております。で、今日はですね、越智学長が広大の学生の皆さんにですね、ぜひとも将来に向けて、自分のことを考える一つのチャンスにしてもらいたいんだということでですね、夢を持って大学生活を過ごしてほしいんだというふうなことでですね、講演を私も引き受けることにしました。で、今日これから話するのは、私の、自己紹介、生い立ちを含めた自己紹介とですね、会社のこれまでの成長で、それと最後にですね、皆さんにお配りしていると思いますけども、山坂のキーワード、これを話をさせていただきたい。これは私が30過ぎの時にですね、初めて講演を頼まれた時に、自分の人生はどうだったのかなと、自分の今までの人生の中で何がキーワードなのかなということでですね、書いたものです。若干はですね、付け足したり順番を変えましたけども、30過ぎからほとんど変わっていません。これ、このことをですね、説明させていただきたいと思います。まず最初はですね、私は実は1歳の時に、父親と母親が離婚しまして、母親に育てられました。で、母親もですね、水道とかガスの設備工事屋さんに勤めたんですけども、子供を抱えて生活できないということで、広島の県北ですね、広島県の県北の庄原市、これが実家だったんで、そこに預けられました。当時おじがですね、魚屋をしてたもんですから、おじとおばとその子供3人、私のいとこになるんですけども、ですから、おじとおばをですね、お父ちゃんお母ちゃんで、いとこをですね、お兄ちゃんお姉ちゃんということでですね、3歳までそこで過ごしました。で、おじが、魚屋がうまくいかなくなったということもあってですね、それと母親もなんとか子供の面倒も見れるぐらいにはなったということでですね、祖母も庄原から出てきてですね、3人で暮らすようになりました。ただ住んでたところもですね、祖母の実家がですね、
戦争で、いい屋敷だったみたいなんですけども、空襲で、焼けた後の廃材をですね利用して、廃材といってもしっかりした木なんで、それで、1階が6畳一間、2階が6畳一間のですね2階建ての家のですね1階に、居候させてもらうというふうなことでですね、2階にはですね、ですから祖母の兄の長男が2階に住んでいるというふうなことで、過ごしております。水回りがなくてですね、ですから風呂とかですね水事をするところがなかったんですね。キッチンがない。でその敷地の中に畑があって、その横に畑のための小屋があってですね、そこに水道があったので、母親はいつもそこに行ってですね料理をして部屋の方に持って帰って食事をすると。で風呂もなかったもんですから、裏のですねおばさんの家にですね、おじさんおばさん、近所の人ですね、近所のおじちゃんおばちゃんのところで風呂に入れてもらうというふうなことで育ちました。ただおそらく貧乏だったとは思うんですけども、私は全くその貧乏で、なんか嫌な思いしたとかないんですね。それはやっぱり母親とですね、祖母のやっぱりすごい愛情があったんじゃないかなと。だからとっても幸せでした。何不自由なくというんじゃなくて、それが当たり前だったんでですね、小学校の時も友達はですね、週刊漫画を毎週買ったりですね、家にレーシングカーがあってですね、すごいなと思ったことありますけども、そんなに羨ましくていけないとかじゃなくてですね、本当に母と祖母のおかげで、幸せなですね、時期を過ごしてたんだろうというんです。で、ですから祖母はですね、祖母の兄が牡蠣養殖をしてたんで、牡蠣打ちをですねしながら、朝3時4時からですね行って、夕方には帰ってきてたんですけども、牡蠣打ちをして母親が、勤めてですね、生計を立ってくれてたということであります。で、私は、ずっと野球が好きで、私の頃はですね、巨人の長嶋さんがですねもう超大スターでですね、長嶋さんに憧れて野球を始めたと。野球を始めたといっても今のようにですね、リトルリーグとかそんなシニアリーグとかそんななかったもんですから、ソフトボールから始めてですね、小学校の時は、ソフトボールを一生懸命しました。でそのおかげで、中学校入る前の春休みに中学校の野球部の先生から、ちょっと来いということで、中学校行ったらですね野球部に入れということで、入りますというふうに言って帰ったんですけども、家に帰ったらですね、特に祖母にですね、野球なんかしたら勉強できるようになるからやめとけということで反対されまして、中学校に入学したんですけども、野球部は入らずにですね、卓球部に入りました。卓球も小学校の頃ちょっとしてたんで、卓球部に入りました。しかし野球部の先生がですね、休憩時間のたびにですね体育教官室に呼んでですね、お前嘘つきかと、野球部入る言ったじゃないかということでですね説得されまして、担任の先生まで、その先生に頼まれて家の方に来たですね、母と祖母を説得してくれるというようなことでですね、野球部に入りました。で3年間野球をしてですね、中学校の時も2年生の時も1回優勝しましたし、2年生からレギュラーだったんで、優勝しましたし、3年生の時もキャプテンで、1つの大会は優勝して優勝旗を持って帰りました。で、中学校の野球が終わった時にですね、先生からお前ひょっとしたら広島行こうと思ったんじゃないかと言われてですね、そうですと言ったら、絶対ダメだと、お前は、勉強して大学行けと、野球ばっかりしちゃダメだということで、言われまして、広島のですね普通科の公立高校に願書を出しておったんですけども、その当時の監督さんがですね、今広島の助水館というところの監督の迫田さんというんですけども、やはり家の方に何回も来ていただいてですね、広島に来いというふうに言ってもらったんで、願書差し替えの時にですね、母と祖母にとにかく大学に行けなくても後悔しないんで野球をさせてくださいということで
了解を取って最後の願書、願書差し替えで、広商に出し替えてですね、広商に入学しました。で、広商に入ってですね、3年間野球したわけですけれども、とにかく今までの人生の中で一番長かった1年がですね、この広商の1年間であります。とにかく大きい声では言えませんけども、その当時はまだ説教というのがあってですね、本当にもう今だったら大問題になるようなですね、ことが頻繁に行われて、大体毎年60人から80人ぐらい部員が入るんですけども、最後まで残るのはですね15人前後、少ない時は13人、多くて16人ぐらいしか残らないというふうなことでした。ですから本当にですね、毎日その先輩が怖い中でですね、1年間野球をしたと。だから毎日毎日過ぎるのがですね、日にちが過ぎるのが一番長かった1年間ではないかな。でもそのおかげでですね、その時のことを思い起こしたら、何でもできるなと。朝も通常6時半までに学校行ってですね、グラウンド整備をして、8時から先輩が来てバッティング練習、昼もですね、早弁をしてて、もう1年生はすぐ休憩になったら出てバント練習の準備をして、バント練習で3時15分に、授業が終わったら3時半から練習で、早かったら、9時半10時に練習終わって、遅かったら11時過ぎるというようなことですね。家に帰ったらもうすぐ朝で、朝だというふうなこと。日直の時は1週間に1回、6時までに学校行くというふうなことでですね、まあその1年間がですね、自分の中では一番今でも印象に残る影響のあった1年ではないかなというふうに思っています。で、1年生の秋、新チームになってからですね、一応ユニをもらってベンチに入れてもらってですね、で、まあ試合には時々しか出してもらえませんでしたけれども、で3年になって、キャプテンになってですね、秋は広陵高校に勝って優勝したんですけども、まあ、その当時は今と違って、広島県はですね、もう広商か広陵というふうなですね、二強状態だったもんですから、秋は広陵に勝って優勝して中国大会行ったんですけども、広商広陵ともに出たんですけども、中国大会で、両方とも負けてですね、選抜には出れませんでした。甲子園に出れなかった。で夏はですね、広陵高校に2回戦で当たって、負けてですね、広陵高校がそのまま勝ち進んで、甲子園に出ました。で、私はその後に、8月1日から、7月のですね22日か3日に負けたんですけども、広陵高校が決勝が、7月28日にあったんで、広陵が甲子園行くのを見届けてですね、見届けて、東京のですね、おばのところに行きました。おばがですね、東京の東邦学園というところで高校の教員をしててですね、皆さんもあんまり知らないかもしれませんけど、吉永小百合という女優がいるんですけども、彼女を教えたとかですね、そういう学校なんですけども、おばのところにですね、8月1日から、8月いっぱい居候しながら、おば国語の教員だったんですね、国語を教えてもらいました。で、おばの親友のですね、教員の旦那さんがですね、社会科の先生だったんで、政治経済、これ一番差がつきにくいだろうということで、勉強してる人としてない人が差がつきにくいということで政治経済、そして、その人の弟さんがですね、上智の外語を出た後留学して帰ってきて今何もしてないということだったんで、英語を教えてもらいました。でそれは自分の中でどうしても東京六大学で野球したいということがあってですね、で、よし、野球が終わったら勉強だということで、8月1日から勉強を始めたわけであります。で2年半ほどですね、全く勉強してなかったんですね。まあ試験の前は1週間付けでですね、1週間前から1時間練習になったんで、試験の範囲をさらっと上げてですね、前の晩徹夜をして早めに学校に行って、一番できる女の子にどこが出そうなんか聞いてですね、それをすぐ書いて自分の勉強したことを書くみたいなことでですね、まあ試験を乗り切る
というふうな感じだったんですけども、全くしてないわけですね、勉強。中学校まではまあまあ普通には勉強してたんですけども、全く勉強してないと。で、問題集、英語の問題集、家庭教師の人にですね、どこへ行って、10問中何問できますかと。いや、前置詞の問題だったんですけども、当てずっぽで1つ合いますかね、2つ合いますかねぐらいでですね、全く自信がないと。まあ、あという単語があったらですね、自分が勉強してない2年半の間に、いろんな意味がみんな教えてもらってるんじゃないかという不安になるぐらいですね、2年半全く勉強してません。高校の時に入ったクラウンの辞書がですね、めくれない、ひっついたままでめくれない、使ってないから、まあ、あの最後に、広大受験する頃はです、ボロボロになってですね、もうあの大事に使うようになったんですけども、それぐらい2年半は全く勉強してませんでした。ですから東京に行ってですね、まず勉強しようと思って、1日に8時間寝ようと、4時間を2回分けて寝るようにしました。そしてあと16時間余った時間を全て勉強、まあ時々、食事をしたりですね、風呂に入ったりトイレに行くんですけども、とにかくまあ自分の中ではあの4時間ずつ2回に分けた以外はずっと勉強だということでですね、これ受験まで半年間、約半年間ずっとこうしました。でよくすごい集中力ですねとか言われるんですけども、自分の中では不安でたまらなかったと。もう全然勉強してないからわからない、不安でたまらない。でじゃあそれでちゃんと勉強してるのかというとですね、最初のうちはとにかく座って勉強を始めるとですね、イライラしてですね、勉強の体になってないんですね。もろ野球の体なんです。だからすぐトイレ行くと。で帰ってきてしばらくしたらですね、またイライラしてすぐ水を飲みに行くと、まあそんなことの繰り返しです。でまあ1ヶ月間ずっとそのおばのところにいてですね、おばの家はテレビもない家だったんでですね、まあ本当に勉強するのにはあのぴったしの環境でですね、なんとかその1ヶ月でですね、野球だった体が、勉強の体に変えられたかなというふうに思いました。で、ほとんど英語ばっかり勉強したんですけども、9月に、中国語圏のブロックの中ブロという、模擬試験があったんですけども、1ヶ月仕込み勉強したのに25点しか取れませんでした。で10月もですね、30点台半ばで、11月12月がですね50点ぐらい取れるようになりました。で、でもですね、長文読解がどうしても解けないと。であの文法の問題集は最終的には同じ問題集を3回しました。だから途中で浮気を仕掛かりかって他の問題集にちょっと手を出したりしたんですけども、最終的には最初に取り組んだ問題集をですね3回やりました。3回目はさすがにですねだいぶ解けるようになりましたけども、ですから文法の問題は大体できるようになったと。で、長文読解がどうしてもできなかったんですけども、1月5日の模擬試験でですね、今も覚えてるんですけども、あのビーバーが川にダムを作るという今でも覚えてますけども問題が出まして、でなんとなく分かったんですね、意味が全部で、次の5つの文章の中から選びなさいと読んだらですね、簡単なんですね、分かったら。長文読解のこんな簡単なんというふうにその時初めて思ってですね、それ以来どの問題集をやっても大体長文が、解けるようになりました。だからまあやっとですね、1月に普通科の人の英語のレベルにやっとなったかなと。でまあ、社会は勉強してもしなくてもあまり影響のない政治経済を受けて、国語はおばさん、おばがですね国語の教員だったんで、原告のですね説明文と論説文はバッチリ解けるようになってですね、古典漢文はあのほとんど捨てました。で私はあの広島の先生からはですね、最初東京六大学で野球したいんだということで立教のセレクション受けるようにしてたんですね。でセレクションならない来て行くようにしてたら、私の父親が、その当時も父親ともちょっと行き来が中学校ぐらいから行き来をするようになってたんで、父親があの部長の先生と会ったらですね、立教は保証できないと、早稲田に行けと、早稲田の体育がですね、教育部の体育が運動部推薦があると、そこにしなさいということで、
それなら大丈夫だということで、そこを受けるようにしたんですね。で、将来商売をしたかったんで、それだったら商学部じゃないかということで、いや、じゃあ商学部目指して勉強しようということがあって、まあこの半年間一生懸命したわけです。で、広大に受けたのはですね、全然来る気がなかったんですけど、最初はたまたま中学校の時の同級生の女の子と学校の帰りにばったり会ってですね、山坂君どこ受けるんということで、早稲田受けるんだと言ったら、広大受けんのと言ってくれるわけです。だから私のですね、高校時代の2年半どれだけ勉強してないかというのを理解してないんですね。中学校の時までまあまあできてたんで、で、お前どこ受けるんやと言ったら広大だと。で、山坂君も広大受けたらいいじゃないと。いや、広大受けねえんだろうと、まず難しい、で、科目数が大変だと。で、たまたま私が受けた年の前後6年ぐらいがですね、今と仕組みが違ってて、まだ共通一次もない時代で、当然センター試験もないんですけども、あの実技系はですね、3科目プラス実技で受けられた時期があるんです。ですから、体育と音楽と美術、この 3科目はですね、その英語と国語と社会と実技で、受けられた時期があるんです。だからまあチャンスがあったわけですね、私に。高校時代は全く英語はまあ多少ありましたけど、授業が、ほとんど商業科ですから、高校時代簿記は1級取りましたけども、ほとんどあの一般の普通科の勉強はしてなかったもんですから、ものすごいハンディがあったんですけども、まあ、その3科目だったおかげでですね、広大に、取ることができたんだろうというふうに思ってます。で、あのさっき言った早稲田に行くつもりだったんですけども、どういうわけか早稲田を落とされまして、まあ小学部は10点ぐらい足りなかったというのはあの調べてもらって分かったんですけども、対戦はですね、やっぱりその運動部推薦があるんで全く教えてくれなくてですね、どうして落ちたんか分からんのですけども、まあもう浪人するつもりでですね、予備校の準備もしておりました。ただまあ広大に通ったということがあったんで、いろんな人がですね、そのまま広大行ったらということで説得してもらって、広大に入学しました。で、最初のうちは入学しても受け直して東京六大学で野球したいというのがあったんで、そういう思いを持ってたんですけども、ですから野球、広大の野球部からも誘いがあったんですが、野球部入らずにですね、しばらくしてたんですけども、最終的にはまあいろんな人にいろんな話を聞いて、もう広大に行こうということを決めてですね、広大の野球部に入りました。で、練習に行って1週間目から試合に出してもらってですね、で、たまたまその年に、広大の野球部が2回目の優勝で、その前は中四国の代表決定戦で負けて全国大会出れなかったんですけども、明治神宮大会に、あの春は広島六大学で勝ったらそのまま大学選手権出れたんでですね、大学選手権に出ることができました。あの同志社大学でやって大敗しましたけども、まあ、これもいい経験になりました。で、3年の秋にはですね、私がキャプテンになって、広大3回目の優勝でですね、で、中四国の代表決定戦も岡山商大に勝って、で、明治神宮大会で1回戦日体大とやりました。残念ながら1対0で負けたんですけども、あの元カープのですね、辰川監督が広島の一つ下なんですね、私の。で、辰川君に頼んで日体大の資料を集めてくれと、彼は東洋大学だったんで、あの東都リーグなんで、首都リーグはですね、広陵の OB の同級生がいるからということで、全部揃えてくれました。1番から9番までの、どこが強いどこが弱い、このピッチャーは、どういうことを気をつけないと攻略できない、それをですね、前の晩にみっちり、ミーティングしてですね、臨んだんで、相手はですね、国立の広島から来た、もうどうせ弱いだろうというふうな気持ちでかかってきてたんでですね、本当にいい試合でですね、押されながらじゃなくてですね、本当に互角の戦いで、1対0で負けたという試合をしました。で、その後に、私はあの商売したいということで広島マツダ、セールスを勉強しながら、社会人野球のノンプロがあったんで、そこで、野球もさせてもらいました。
仕事をしてですね、3時15分になったらシーズン中はタイムカードをして帰って練習できるわけですね。でたまたま前の年に都市対抗で別荘になったチームだったんであまり強くないんですけども、たまたま都市対抗補強補強でですね、うまく勝ち進んで別荘になった、全国で別荘になりました。でその次の年だったんで、なんとかですねそこで野球をさせてもらってですね、最終的には1番バッターで3年間ほど野球をさせてもらいました。で3年目に仕事の方は全社で117台打ってトップになってですね、係長クラスの先輩見たんですけども、若干追い抜いてですねトップになって、3年で、仕事を辞めてですね、バルコムに帰りました。でバルコムに帰ると同時に広大の監督さんがですね、野球部の監督さんが広大の監督してくれと、いや僕は父親のちょっと具合が悪いんで帰るんで、と言ったんですが、自分ぐらいはできるだろうということ でそれでまあやむを得ず引き受けてですね、3年間、6シーズン監督をさせてもらいました。で、2回優勝させてもらってですね、1回は、メイジング大会にも出ました。これも大変、貴重な経験をさせてもらいました。で、3年経った時に父親がですね、癌でもう、余命ないということが分かったもんですからね、それで、広大の監督も辞めさせていただいてですね、ちょうどですから25歳で、バルコムに帰ったんですけども、28の時に父親が亡くなって、ビジネスを引き継ぎました。で、ですから私が帰った時は先ほどのですね14億ぐらいの会社だったんですね。それで従業員が20名でした。で、去年が328億ぐらいですね、グループで。で従業員が今700名を超えるぐらいいます。そこまで成長したわけであります。で、会社帰ったらですね、まず売上台帳がですね、父親が大学ノートに走り書きしたような売上台帳だったんですね。で、顧客リストもないんですね、顧客台帳もない。で、誰に売ってですね、お金をいくらもらわなきゃいけないかという売掛金の管理もないというようなことでですね、まず、広島マツダで やってる当たり前のことがですね、できてないことがたくさんあったんで、まずそれをですね、広島マツダの帳票をもらって帰っては、それもうコンピューターで管理してたんで、それをアナログ化してですね、簡素化して、自分で、簡素化したものを、友達の印刷屋に頼んでですね、作っていきました。ですから、それまで、本当に焦点だったのがですね、企業に生まれ変わらなければなかった時期ではないかなというふうに思います。そうしてたらですね、私が帰ってですね、いろんなことをやれと言ったら社員が反発が出てですね、セールス2人が中心になって、20人ぐらいいた中のですね、15人ぐらいが辞めると、いうふうなことが起きました。ですから、もう父親とですね、二輪の責任者の人と私と私の友人が一人いてですね、あと事務員二人以外はですね、全員辞めると、給料 1.5 倍、住宅手当3万円これを認めてくれなかったら辞めますよということで、全員が印鑑をしてですね、父親のところに行ったみたいです。で父親はどう言ったかというとですね、ちょうど日曜日で私は当番で、その当時は当番制でショールーム出てたんで、今はこういうふうに言ってきたと、これを認めてくれないと辞める言ったから、おいじゃあ辞めてくれと言ったけ、辞めらしたけと、哲郎お前大丈夫かと言われたんで、大丈夫ですという話でですね、で、本当は大変だったんですけども、広島の当時の野球部のですね、同級生の印刷屋の息子がですね、いつも電話番に来てくれたりですね、因島で仕出し屋をしているやっぱり友達がいたんですけど、それがポッカコーポレーションからですね、ちょうど仕出し屋に帰るということで、今から料理学校行くんだと、ちょっと遅らすと、それをお前のとこ手伝いに至るということで、電話番と洗車係を引き受けてくれてですね、で、募集をして人が入るまで、何とかしのいだということです。まあリストラリストラとよく言いますけども、これ企業再構築という意味なんですけども、まさにバルコムのですね、第1期のリストラ、企業再構築がこの時ではないかなと、商店からですね、
企業に変わるきっかけであったんではないかなというふうに、思っております。で、その後ですから28歳の時に父親が亡くなって、その当時 BMW ジャパンというところが、輸入元なんですけども、そこへ行ったらですね、松島の8日払いで決済しなきゃいけないんだけど、お宅は2億5000万ぐらいそれが遅れてると、やめますかともこのビジネスを言われたので、いえとんでもないですと、じゃあ事業計画を書いてきなさいと、3年ほど待ってあげると、3年間でその 2億5000万をちゃんとしてくれと言われたんでですね、まあ、自分なりに、28歳の人間がですね、自分なりに事業計画を書いてですね、極力在庫をへしますとかですね、下取りした車はすぐ換金して支払いに回しますとかですね、売掛金はすぐ回収するとかですね、まあ、単純なことですけども、まあ、そんなことを書いて、行ってですね、じゃあ3年ほど待とうということで待っていただいて、でまあ、ありがたいことに3年後に、銀行の支援もあって、その2億5000万をぴっちり返したおかげでですね、まあ、今日まで続いていると。で、32の時にですね、今の広島市の祇園新道広島インターを降りてすぐのところにですね、本社を移転しました。まあ、その前の年にですね、福山の営業所を作れと言われて、これ1億5000万ぐらいの投資だったんですけども、まずそれをしました。でその次の年に今の本社、これは9億以上投資したんですけども、なんとかそういった形でですね、本社を建てることができました。自分の中ではですね、その9億がどっち向いとるかもわからん、その前の1億5000万どっち向いとるかわからんと、30ちょっとでですね、10億以上投資したわけであります。でトータルで、20億ぐらい、借り入れをしてたんでですね、まあでもその当時はとにかく頑張ったらですね、何でもできるんだと、自分は頑張ったら勝てるというそれだけの信念で、それをやっていました。そしたらですね、34の頃にですね、バブルでですね、金利がどんどん上がったんですね。20億借りててですね、9800万かかってた金利が、翌年にですね、1億8000万になりました。日銀の総裁、その当時三重野さんという、今も覚えてます、三重野総裁というのがいたんですけども、その人が何か喋ったらですね、公定歩合が 1% 上がるんですね。そしたら市中金利もおのずと 1% 以上上がります。ですから、2000万違うんですね、20億だったら。で、まあ、そんなことでですね、とにかく湾岸戦争勃発ということがあって、また 1% 上がるということでですね、 1% 上がればすぐ2000万跳ね返るということで、今のようなことになったわけです。でそれまで金利が上がった、まあ、1億弱の利益を出したことがない会社がですね、それだけ経費がかかるようになるわけですから、当然赤字になるんですけども、なんとか、いろんなことを工夫してですね、赤字にしませんでした。ただ、その時に自分の中では頑張ったら必ず勝てるという方程式が崩れましてですね、世の中で生きていくのが怖くてたまらなくなりました。これはよく暗闇の旅行というんですけども、自分が立っている地べたは今あるけども、真っ暗闇でですね、一歩踏み出したらそこに地べたがないかもしれない、恐怖心でいっぱいでですね、身動き取れないと。でなんかその辺になんかこうホールみたいなのがあるけど、そこ行ったら楽そうだなと、まあ、これがまあよく自殺する人の場所じゃないかというふうに思うんですけども、ああ自殺する人は決して苦しいんじゃないんだなと、楽になるためにそこへ行くんだなというのを感じたことがあります。ただちょっとしたことがきっかけでですね、自分の中で通常は超プラス思考なのに、その時だけマイナス思考になって1ヶ月で経ったんですけども、あることがきっかけで頭の中がプラスに回転し始めてですね、バブルという怪物と自分の経営手腕と戦って、俺は勝てるんだというふうに思えた瞬間にですね、真っ暗闇が晴れてきて、細い道が見えて、なんかこの道をまっすぐ突き進んでいったら大きなメイン道路に出れるんだというふうな、実感を持てるようになってですね、なんとかその暗闇の旅行から帰ってくることができました。まあ、そんなことでですね、
バルコムという会社が今日に、あるわけであります。で、時間もあまりないんでですね、私のこれキーワードです。これ本当に30過ぎ、途中でちょっと足したところもありますけども、その時にですね、講演頼まれて自分は何が良かったのかなということであります。で、まず最初コミュニケーション、これ大事だと。挨拶と返事、これ当たり前のことなんですけども、最近あまりできる人が少ないです。で、私たちの時も、まあ私に勝てる人はあんまりいない、勝ったというのは、私たまたま野球してたんで、何か言われたらはいって言って大きい返事できるんですね。で、広島マツダの時も言ったら、こんにちは広島マツダですいうこんぐらいの話、声で挨拶できるわけです。で、おはようございますだったら目立つんですね、もうそれだけで。お前なんかスポーツしてたんか、はい野球してました、ちょっと来い、はいって言ったらですね、ちょっとうちの見積もりしろというようなことでですね、車が売れたこともあります。で、まあ、これバルコムに入ってもですね、バルコム帰ってからも今もそうですけども、まあ、今毎晩のように、まあ、夜お客さんと食事したり、いろんな団体の食事会があったり、まあ、飲みに行ったりするんですけども、そこの店に行っても必ず知り合いがいるかどうか見ます。知り合いがいたら必ず自分から挨拶行きます、こんにちは。で、誰だってかわからんかったら、その店の人に確認してもらって、ああ、あの人だったんかと思いながら行って、バルコムの山坂です、こんにちは、必ず挨拶します。で、店から店に行く途中も、知り合いの人が見えたらすぐ行って挨拶します。次の店に行っても周りを見渡して、知り合いの人がいたら必ず挨拶します。絶対損しません。お、山坂君最近頑張っとるの、わしも今 BM もうやめて他の車乗っとんじゃ付き合わないけんの、お願いしますいうようなことでですね、車売れます。で、ある人はですね、お、わしはベンツ乗っとるからの、付き合わないけん飲んじゃが、ベンツじゃけわしの後輩紹介するわということで決まったことがあります。で、その人もゴルフ場で会った時にまた挨拶したら、ちょっと来い言われて、一回付き合わないけんの、一回会社に来いやということで、最終的に BMW を一回乗ってもらったことがあります。また今ベンツに残ってますけ戻ってますけども、乗ってもらいました。ですから、この挨拶とか返事大変大事だと、損しない、絶対損しないということ。次、相手の気持ちになって物事を考える。これはですね、広島の野球部の時に、まあ、あまり甥っ子で言いませんけども、先輩から説教を受けるわけですね。だからいつも先輩が何を考えているのか、先輩の表情、行動、言葉、それで、先輩を読み取ることが必要だったということです。ですから、まあ、一つの行動とかですね、表情とか言葉、それで、相手の気持ちを読み取らなければいけない、相手の気持ちになって物を考えるというふうなことを覚えさせてもらいました。まあ、こういったことが大事だろうと。自分本位に物事を考えるんじゃなくてですね、相手が何を考えているのか。これは例えば、セールスがですね、お客さんに対してもそうですね、例えば上司が部下に対してもそうだと思います。で、部下が上司に対してもそうかもしれません。先生が生徒に対してもそうかもしれません。まあ、そんなことに、役に立つんじゃないかなと思います。それと以心伝心、これは思っていることは伝わるということ。だから、私もで若い時から社長になったんで、 BMW ジャパンのですね、フィールドマン担当者、年上の人がいるんですね。自分が失敗しても、謝りもせずにガンガン来ることあるんですね、若いから。で、頭へ来て喧嘩したくなるけども、言いたいことは言うけども、絶対嫌いになるまうと、絶対嫌になるまうと、好きでおろうと、嫌いになったらバレると、嫌いだと分かった瞬間にもっといじめられるかもしれんと、それは山坂じゃないと、うちの会社がいじめられると、会社がいじめられたら損だということでですね、これお客さんもそうです。自分が嫌だと思ったらお客さん買ってくれるはずがないと、絶対いいところを探して好きになろうと、担当者であろうお客さんであれ、とにかくその人のいいところを探して、嫌なところを封印して、例えばさっきの輸入元の担当者であれば、あの人も仕事熱心が熱心さのためにあんなんだと、でも本当はいい人なんだと、一生懸命仕事する人だと言い聞かせて、一生懸命好きになりました。そうするとですね、いろんな仕事がスムーズになります。もうなりきる、絶対に自分で嫌にならない。なぜかというと、以心伝心、伝わるからだと、自分の気持ちが伝わってしまうというようなこと、こういったことが大事じゃないかなというふうに思います。次はですね、プラス思考。このプラス思考はですね、もう当然のことながら、超プラス思考なんですね。一回後ろに向いたのはさっきの暗闇の旅行の時だけです。1ヶ月間だけ
いろんなことがプラス思考です。例えば、まあ、皆さんゴルフは分からないかもしれないけど、ゴルフいうのはですね、杭があって、そこから出たらですね、2打罰をしなきゃいけないんですね。で、中で跳ねて出ることがあるんですね。で、みんなね、うわーって言うんですね。僕はその時にラッキーって言うんです。ラッキー、向こう跳ねたらラッキー。なんでかというと、こんなことで運を使いたくないと、神様は絶対に人にですね、偏って運を与えてくれないと。俺はゴルフごときに運を使わずにビジネスで運を欲しいから、今回は良かったんだという思いをしています。それとかですね、自分の人生の中では、甲子園に行けなかった、夏の甲子園行けなかった、そのおかげで勉強するのが1ヶ月早かったんです。もし甲子園行ってたら、9月から勉強になってました。だったら多分広大通ってません。だから甲子園行けなかったけど良かったんだと思うようにしてます。早稲田に落ちた、そのおかげで広大に入れた、そのおかげで千田塾という同窓の会もできたし、越智学長とも親しく付き合えるし、今日もこういうチャンスも与えていただいたと、早稲田に落ちてよかったなというふうに思うようにしています。そんなこと、まあ、それとかですね、最近でいけば上海に会社を作ったんですけども、日本人の人に騙されました。1億ちょっと騙されたんですね。で、これ銀行の紹介だったんですけども、騙されて、神様なんで俺をいじめるんだろうかと、おかしいと、俺はひどいことしてないと、絶対これは次のための準備だったんだとずっと思うようにしました。そしたら広商の大先輩の息子さんが中国とビジネスしてるから会ってくれということを先輩から言われて会って、今山東省の陣内に会社を作りました。やっぱりそういう準備がなかったらこれできてません。で、ここは今赤字なんですね。で、閉まったかなと思うんだけど、でもその店を作ったおかげで、林一というところのエントングループという巨大グループと合弁会社ができて成功しそうになってます、今。だから良かったんだと。だから悪かったことも次の何かのための準備じゃないかなというふうに思うようにしてます。いろんなことで、プラス思考で考えるようにしてます。3番目の、諦めるのが他の人よりも遅いというのはですね、これ広島マツダを辞めるとき、ちょうど営業所の先輩がですね、一番若かったんで、営業所の先輩が お前のために送別会すると言われて、送別会の会場に行くタクシーの中で、自分は3年しかいなかったけども、3年目に、先輩の係長2人ずっと競ってた人がいるんですけど、その人も抜いて年間117台売ってトップになったと。で、それは何でかなと、なぜできたんだろうというふうに思ったんですね。その時に、人よりも長い時間働いたんか、いやいやそんなはずはないと、俺は35になったらタイムカードをして帰って野球の練習してると、他の人はみんな働いとるじゃないかと、いや時間じゃないなと、人よりも計画的に動いたんかと、いや確かに計画的には動いたけど、しょっちゅう計画入れ替えながらやっとったと。で、あの程度の計画は普通のセールスだったらするだろうと、そうじゃないと、なんだろうと思った時に出た結論がこれです。諦めるのが人より遅いと。例えば、我々はエリアが決まってたんだけども、遠いとこだったら先輩方も行きたがらんのですね。でも私はもう遠いとこでも決まるかもしれないと、いつでも行ってました。それとかですね、例えば50万円の中古の話があるよということをですね、私の親代わりみたいな、スナックのマスターとママさんがですね、紹介してくれてですね、中古じゃけダメよねという話をしたんですけど、合わせてくださいと言ってですね、その人に68万円のですね、ファミリアの新車スタンダードを勧めてですね、値引きをしたら、68万が、55万ぐらいになりますよと。で、車検を受ける金お金を考えたらですね、もうほとんど変わりませんと、3年間に1回車検を受けると変わらないようになりますよと。違うのは新車の時の諸費用と、中古の諸費用が違うから若干新車が高いですと。その代わり新車だったら3年間の、保証がありますと。
その上ドアをパッと開けたら新車の匂いがプーンとしてきますと言ったら、これ新車になりました。それとか、広島の先輩がですね、東京から広島のノンプロに帰ってきて、それが、マツダの下請けだったんで、マツダの車乗らなきゃいけないと。でコスモというスポーツカーの、マツダのスポーツカーの中古車が欲しいと。山瀬がお前マツダだろうと、買うからすぐ行きますとで言ったわけですね。で先輩すいませんと、僕中古の担当じゃないんですと、新車にしてもらえませんかと言ったら、分かったと。お前がそこまで言うなら新車にする、まあ、英語はしますから新車にください。もう一つあるんです先輩。なんや。うちコスモないんです、ルーチェしか。これチャンネルが違って、コスモという車は違うチャンネルなんですね。今だったらアンフィニで、広島マツダはルーチェしかないという時代だったんで、それで、結局ルーチェの新車を買ってもらいました。他にもですね、例えばスカイラインが欲しいという同級生がいたんだけども、うちはカプラしかないんでどうしようかなと思って、その当時付き合ってた女の子に5人ぐらい女の子集めと言って、で5対5で1泊で遊びに行こうというふうなことでですね、1泊で、みんなで遊びに行ってですね、そこの夜の宴会の時にですね、パッとカタログ持ってって、おいこれにしてくれやみたいなこと言って、じゃあそれにしようかと言ってもらってスカイラインをカプラにしたとかですね、まあ、いろんなことをしました。広大の先輩で大学1年生の時の4年生のキャプテンの人がですね、ちょっと有名になったんですけども、島根県の開成高校で、監督をされてました。ヤクザ監督と言われてというんで、21世紀枠に負けてですね、腹切りすると、これ松代の恥だというようなことでですね、責任を取って辞めた人ですけど、その人が府中東高校時代に甲子園にも行かれてるんですけども、広島に来たらうちの家に泊まってたんですね。で僕が帰ったらもう一杯やっとって、で、うちのおふくろと祖母と一杯やっとったんですけども、いやまさか今日な、俺はグロリアの黒塗りの100万の中古買ってきたと、5万円手付けてきたって言われたんですね。で私諦めないんで、先輩すいません、先輩後輩の縁は今日限りで縁切らしてください、もう先輩後輩じゃないですと。なんでや、なんでやって、僕車売れるのによそで車買う考えられんと、縁切りましょうという話をしたら、 お母さんそんなに車売るの大変なんですか、当たり前じゃないねいう話で、どうしたらいいんやと、お前大きい車ないじゃろうと、わしも5万円手付け売ったんや、そんな映画しますよ、ルーチありますよ言うんで、で最終的にルーチを決めてもらいました。で、その代わり、条件は2日ほど、府中市まで、福山の上の府中市までですね、練習手伝いに来ることというんでですね、次の日に所長にですね、昨日ルーチェが1台売れたんだけども条件があると、2日間府中市まで練習を手伝いに行かなきゃいけないという話をしたら、まあ2日歩いても売れんやつもおるんだけど行ってこいということで、行かせてもらってですね、これも決めました。それとかですね、バルコムに帰ってからはですね、150万のレガシーという中古が欲しいという人がですね、息子が城北中学行ってる時にジムの先生が言われてですね、娘夫婦がいるんだということで、分かりましたということで、それを探しながら BMW の、当然レガシーのその150万に合う中古も探しながら、 BMW の車でですね、180万で収まる車を、150万だったら180万までいけるだろうということで、それを準備してですね、で自分で見て、ちょっと傷があるとここも直しなさいと、で、ここは掃除行き届いてない、全部やって、でそれを持って返したらですね、パカッとはまってですね、決まりました。まあとにかく最後まで諦めない、瀬戸田のですね、島なんですけども、そこの歯医者さん、夜行ったんですね、新人のセールスと一緒に行って、BMW 乗ってるの変えてくださいと言ったらね、今回はこらえてくれと、買わないということで、夜遅くまで粘ったんですけど帰りました。で因島まで、その当時橋がなかったんで因島まで帰って、うちの新人セールス君にどう思うかと、ダメだと思います、わしもダメだ思うと、だけど道端の人に BMW 買ってくれ言うよりは明日もう一回行く方が可能性あると、もう一回行こうと、 10% ぐらいはあるかもしれんということで、次の日に行きました。また朝おはようございますって言ったら、どうしたん山塚君言われて、
や先生どうしても諦めれんきましたよ、言ったら参ったの、実は今回ベンツにしよう思いよったんよと、もう参ったお前にはと、持ってこい BM をということで BMW をその時も買ってもらいました。まあ諦めなかったらですね道が開けると、この一台一台の積み重ねがですね私のトップセールスになったあれじゃないかなというふうに思ってます。次はですね、努力し続ければ必ず結果が出る。これ大事なことはですね、し続ければなんですね。努力すればじゃない、し続ければ。学生時代はですねどちらかというとセンスがある人が勝ちやすい、こう思ってます。社会は努力し続けた人が勝つ。なぜかというと学生時代は3年とか4年短いんですね、結果が出るまで短いんで、センスのある人が勝ちやすい。しかし人生長丁場なんで努力し続けたら勝てる。なぜかというとし続けることが人間嫌なんですね、どちらかというと。だからセンスがある人にもし続けた人が勝てる可能性がある。だから皆さんも何かあったらですね努力し続ける。そうすればセンスのある人で努力しない人には勝てる可能性がある。なぜかというと人生はものすごく長丁場だということです。次はですね、同じ人間のできることはできる。これは広島のプリンスホテルができた時に、その当時、西武グループはですね、堤義明さんという人がオーナーでいてですね、世界一の不動産王にもなったことがある人なんですけども、大変興味があったんですね、この人に。でその人が、レセプション来られるということで招待されたので行って、その人見ました、挨拶の時に。そしたらですね、目が2つだったですね、口が1つ、耳が2つで、手も2本、一緒だと、俺と一緒なんだと、何が違うんかのと、財産がまず違うなと、信用が違うなと、待てよと、じゃあこの人の小型はできるんじゃないかなと、この人は世界相手だと、俺は広島ぐらいできるかもしれんというふうなことを思いました。もう一つはですね、うちの会社は先ほどにもありましたけども四輪だけではなくて二輪もやってます。で BMW のディーラーは昔はですね BMW の四輪二輪入れてる商社がハーレーも入れてたんですね、その商社が。だから二輪もやってるんです、みんな。でも四輪をやってるとこはほとんど二輪やめてます、もう昔からやってるとこ今二社だけです、全国でみんなやめました。なぜかというと儲からんかったからやめた。でもハーレー、私はやめる勇気なかったんでやめてなかったんだけども、ハーレーダビッドソンがちょっとこうブームになってきたんですね。でこれビジネスになりそうだということで、その時に東京で、輸入車を扱ってる会社の役員が辞めたんで、私より5つぐらい若かったんです、辞めたんですぐ会いに行ってうちに取ってきました。で彼に二輪のビジネスで成功しとるとこはどこやと教えてほしいという話をしたら、考えてどこですかねと、レッドバロンだと思いますということを言ってくれたんです。皆さんも知ってるレッドバロンですね、あの中古車の、二輪の中古車ので、そうかと、レッドバロンの社長を知らないかという話したら、社長を知りませんと、でも、貿易部長は知ってますという話を聞いたんで、じゃあ悪いけど貿易部長に頼んで社長に会えるようにしてくれというふうに頼んで、愛知県の岡崎までですね、本社まで会いに来ました、二人で。で会ったらですね、まあ、出てこられて普通のまあおじさんで、こんにちはと。で向こうはですね、輸入オートバイだったらうちがもう老舗なんで、おそらくうちが在庫困ったかなんかで全部買ってくれみたいなことがよくあるみたいなんで、そういうことじゃないかと思ったんだろうと思うんですけども、まあ来られて、すぐですね、すいません今日はありがとうございますと、実は今日まで商売成功されてますけども、それ教えてくださいということを聞きました。そしたらキョトッとされましたけども、1時間の予定がですね、大体1時間ぐらいの予定で行ったんですけども、3時間喋ってもらいました。いろんなこと喋ってもらいました、どういうふうにコストダウンをして店を作るかとかですね、新しい保険のシステムを考えてるんだとか、いろんなことを聞きました。で大変ですね、発想が豊か、頭が柔軟、
これ感想です。でうちのいた部長にですね、どうや勉強になったか、勉強になりました、でこのことあのことこのことを言ったんですね。で社長何が勉強になりましたか、うん、わしが勉強になったのはあの社長がいろんな話をしてくれたけども、あれぐらいの発想だったら自分にもできそうだったことだと。決して自分が思いつかないこととか自分じゃ絶対できないというような話は全くなかったと。それが一番勉強になったと。あの人のあの発想でこれだけのビジネスができるんだったら自分にもチャンスがあるんじゃないかと思えたことだと。これが大変に勉強になりました。だからこれが同じ人間のできることはできるというセンテンスであります。次はですね、人間の器。これはあの人間というのはよく器と言いますけども、私は若い頃はですね、人間の器というのは果てしなく大きくなると思っとったんですね。まあ自分も含めて思ってたんです。どん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 大きくなっていくと器は。でもある時うちの役員でですね、器が大きくならない人がいたんですね。で最終的には辞めたんですけども、あのその人は何かというと人の言うこと聞かないんです。自分が一番なんです。自分の言うことしか正しくない。こういう人は器が大きくならない。だから自分の意見があってもとりあえず人のことを聞くこと、ダンボの耳になる。その時には自分の意見があってもフラットになる。一旦フラットになって人の意見を聞き入れる準備をする。これが人間の器を大きくするコツじゃないかと思ってます。で聞いた後は自分の意見をそこに持ってきて、やっぱりこれダメだでもいいと思います。でも人の意見を聞く時の準備段階としてはフラットになること。自分の固定観念とか自分の意見をちょっとそこでしまい込んでおく。これが重要じゃないかなということです。次はですね、水の流れと人の意思。これはあのまあ単純なことで、水は高いとこから低いとこ流れるんだけども、人間は辛いとこから楽な方に楽な方に行く。これ当たり前なんですね。でそれがすごいわけでもなんでもな、あ それをせき止めることが大事なんですね。だからそれをせき止める人がすごいわけでもすごいんじゃなくて、みんなそうなんですね。みんなそうなんだけども、その楽な方に行くときにそこには自分に強い意志がないとダメだと。自分がこういうふうにしたいからとか、このためだとかいうような気持ちを持ってすれば、それがせき止められると。だからいろんなことがあるときに楽な方に行こうという自分を別に卑下することもないし、人間はそうなんだなと思ったらいいけども、まあいろんな目的があるときにその楽な方に行く自分をせき止める強い意志を持たなければいけないということです。次はですね、瞬間を生かす。これは、高校時代にですね、2年生の時なんですけども、夏にですね、禅道場、禅寺にですね、合宿することがありました。広島で練習してですね、お寺に泊まってですね、で、それで説教を受けてですね、座禅も組むと。その中で和尚さんが言われたんで言葉がですね、大変印象に残ってます。それは、一生懸命という言葉があると。これは誰でもやっとることだからこんなダメなんだと。一生に命をかける、これ当たり前のことだと。これはそうじゃないと。その時その時、その瞬間その瞬間、それに命をかけてみなさいというふうな話をされました。で、その後にですね、なんか本を読んどったらですね、瞬間を生かすとかですね、今という時は二度と帰らないとか、いろんなことがあるんですけども、まあそんなことと全部通じてきたんですね。で私の母親は10年ぐらい前に膵臓がんで亡くなったんですけども、最後の1ヶ月ぐらいですね、ものすごく人と会ってます。まあもう半年ぐらいかもしれないですね。だから私の大学の友人にもですね、私に言わずに連絡取って一緒に食事したりしてるんです。で亡くなった後久しぶりに会ったら、お前のお風呂に飯食わしてもらったんよみたいな話が出てきて、で、手帳を見たら、亡くなった後手帳を見たらすごいびっちり詰まってました。で例えば私の母親が余命もう3ヶ月だろうと思った3ヶ月と私たちの3ヶ月同じ3ヶ月なんですね。でも我々は平均寿命まで生きれるだろうと思いながらこの3ヶ月過ぎとる。
もう3ヶ月しかないと思いながら3ヶ月生きてる。でも同じ3ヶ月なんです。だから大事に生きてないんじゃないかなと。その時その時その瞬間瞬間を生かさなきゃいけないんじゃないかなと。もっと、ただあんまり考えるとノイローゼになるんでおすすめしないんですけども、でもそういうことを考える時があっていいんじゃないかなと。私時々東京の出張で新幹線で帰ってきます。4時間からですね、約3時間ぐらいしたぐらいからはよつかんかの思うんです。いつもあと1時間かと、長いのといつも思います。それはどういうことかというと、はよ死なんかのようんですね。これ自分の寿命が4時間経った時言うんだったら、はよつかんかのようことは、はよ死なんかのようことなんです。だけど遠いところにあると思っとるから、はよつかんかの思うんですね。それ時間は一緒なんです。でもまだあるという油断というか安心というか、そのためにはよつかんかのうというふうに思ったんですね。あと1時間しか行けねえと思ったら、あと1時間何しようかと思うはずなのに、そうじゃない。だそんなことを時々新幹線乗って帰りながら考えるんですね。だからさっきも言いましたけども、あまり考えすぎるとノイローゼになっちゃいけんのんであれですけども、やっぱり自分の中で今という時は二度と帰らん時なんだと、有意義に過ごすべきなんだというふうに考えながらいろんな計画を立てる。特に大学時代いろんなことができます。勉強もできるけども、アルバイトもできるけども、ボランティアもできるけども、いろんな経験できるチャンスがある。その時に自分が何をすべきか考えてほしい。私は仕事の関係で英語が喋れんのんで、まあ英会話何回も言ったけども聞き取りが難しいんで片言でしか喋れません。ものすごくストレスがあります。中国語も5年ぐらい勉強したけども片言です。ものすごくストレスです。だから息子は今両方喋れます。後悔してます。大学の時あれだけ時間があったのに、ものすごく後悔してます。だから、そんなことを考えながらですね、今という時間をですね大事にしてほしい。瞬間を生かしてほしいんです。一生懸命一つのところに命をかけてほしいというふうに思ってます。次はですね、目標の視覚化。これはですね、当然のことながら、目標を立ったらそれをちゃんとした絵に描く、絵に描く、ストーリーを考えるということです。ストーリーを考えて絵を描いていくと。だから漠然と目標を立てないと。必ず目標を立ったらその最後まで、だから例えば我々だったら車を売るときに、この人と会ったらこういうふうにしてこう売るんだという絵を描く。奥さんが出てきたら絵は変わる。奥さんが強かったらこの人にこうしなきゃいけない、変わる。でも必ずいつも結末までの絵を描く、こういう習慣をつけてほしいということです。次はですね、転ばぬ先の杖。これは転ばぬ先の杖じゃないですよと。杖ぐらい準備しなきゃいけないと。そうしないといろんなことの目標は達成できない。自分のやろうと思うことは確実性がない。杖じゃダメなんです。杖ぐらい、それぐらい準備しなきゃいけない。もううちの会社でもいつも言うのは、転ばぬ先の杖じゃないよ、杖だよという話してます。うちの社員みんな言います。これ転ばぬ先の杖ですねと。例えば試験で単位を取るときも、まあええわと思ったら取れん可能性があるけども、これでもかこれでもかこれでも、私は絶対落としたらいけん単位のとき、憲法概論1回目落としたんで、2回目のときはその範囲の教科書を全部覚えてきました。もう丸覚え、教科書持ち込みと一緒だぐらい。まあそれは杖なんです。絶対落としたらいけんから、留年したくなかったからしました。次はですね、年齢や経験は関係ない。これはまあうちの会社でですね、みんな若い社員が入ってきたら年齢とか経験関係ないよと。私自身が、24の時に広島でトップセールスになった、28で父親が亡くなって会社を引き継いだ、まあそんなことを考えると年関係ないよと。若い方がいいこともある、若い方がダメなこともある、年を取ってる方がいいこともある、年を取ってる方がダメなこともある、経験が多い方がいいこともあるけども、経験が多すぎたら、新しい発想が生まれないかもしれないみたいなことで、年齢とか経験関係ないと、若くても経験なくても大丈夫だということです。最後にですね、夢は見るもんではなく実現するもんだと。
まあ、夢の中にでもですね、例えば太陽で生活することはできないことなんですけども、この夢というのは実現できる範囲の夢であります。これは見るもんじゃないと、必ず実現するもんだと。皆さんが将来どうなりたい、こうなりたい、こんなことしない、これはまあその時に夢を描くんですけども、そこで終わるんじゃないですよと。その夢というのは実現するためにあるんだということであります。私もですね、62になったんで70ぐらいまでしか働けんかなと思ったんで、今いろんなことチャレンジしてます。ですから、シンガポールにも焼肉屋を出して、でこれも焼肉屋を出すんじゃないと、東南アジアに向けた食品を安く多くの人に味わってもらう、日本の食を輸出したいというようなことで思ってます。で最近は、ショーバルのキャベツを3000と買うようにしてます。これも、価格の安定、キャベツの価格の安定、将来的にはやはり、食品全体の安定供給、そんなことを思ってます。いろんなことをチャレンジしながらですね、まだまだちょっと年は食ってますけども、気持ちだけはですね、諦めずに、やっていこうというふうに思ってます。でちょっと最後にですね、ちょっと早足になりましたけども、以上で、私の講演を終わります。ご清聴ありがとうございました。お話の中で、はい、バルコムに帰るっていう言葉が使われていたように思います、はい、バルコムっていう会社についての思い入れとか、どういうものかっていうのがあればお聞きしたいです。まず帰るというのはですね、自分の父親の会社なんでですね、そういう表現をします。自分の家族が経営しているところに最終的に帰るというふうな言い方をします。思い入れはですね、私自身はBMW 扱ってるんで、 BMW に対する思い入れとかですね、バルコムという思い入れはやはりもう、25歳からですから、もう37年ですか、37年ずっとこのビジネスをして、その大半を経営していますから、自分が経営して育ってきてるんで、そういう思い入れはものすごいですよね。ただもうそれだけじゃないんで、新しいビジネス今いろいろしてますけども、そういった部分もですね、どんどん飲食の方も今、日本で15店舗で、海外に2店舗してますから、それはそれでもう自分のビジネスになるとですね、古い新しいは別で、思い入れはあります。講義の途中で、学生中に中国語と英語を勉強してばしておけばよかったと言われていたんですが、はい、他に大学生のうちにこれだけはやっておいた方がいいとか、やっていてほしいっていうことがとか、知っておいた方がいいとかいうことがあったら教えてください。とにかくできる勉強をたくさんすること、できる勉強、それは今 の大学での勉強かもしれないし、直接関係ない今の英語とか中国語かもしれないし、それと勉強以外であればいろんな経験してほしいと思います。今まで人生振り返ってみて、一番自由な時間があったのが大学時代なんですね。でその時にいろんなことしてない後悔がものすごくあります。だからとにかく皆さんにはですね、勉強だけじゃなくていろんな経験ですね、そのボランティアもそうかもしれんし、遊ぶことでもいいかもしれません。何でも何かしたいということを探してですね、いろんなことをしてもらいたいと思います。今しかないです、時間があるのは。今ぐらい自由な時間が多いのはですね、一生のうちで一番だと思いますから、考えてみてください。英語は喋るようになった方がいいと思います。ものすごく後悔します。大学の時も、2年ぐらいは英会話習いに行ったんですよ。だけど結局まあ聞き取りがあんまりできないんで、片言でしか今もできませんから、もうとにかく皆さんはですね、みんな英語で自分の気持ちが相手に伝わるようにはなってほしいと思います、大学時代に。今 AI 人工知能がですね、どんどんこう人のこう職業をこう侵食してきているというような、話があったりだとか、将来、そういう話があるんですけれども、将来的にですね、今 BMW の一部は本当に
楽天かなんかネット販売なんかされてるようなこう時代なんですけれども、こう人工知能がこうどんどん流星するときになって、まあ、人間というかですね、まあ、営業というか、まあ、営業に限らずなんですが、まあ、どういう人材を社長はこう求められているのかということをちょっと一言。今人材というのがありましたけど、まず AI からいくとですね、私もちょうど広大の未来創生センターができたときに、その竣工式に行ったときに、ある、広大付属の同窓会場の人からちょっと話をいただいて、自分のところの仕事は将来全部、AI でできそうだと、ロボットでできそうなんだと言われてハッとしてですね、うちの会社もそれを考えなきゃいけないということで、今ロボットたくさん買ってます。で、イオンのソレイユ、府中にあるイオンのソレイユにショールーム作ったんです。そこをロボットショールームにしてます。で、まずその AI が今からどれだけ発展するかというのはですね、ちょっと前にソフトバンクの社長の話でいくとですね、ライト兄弟が飛行機を数十メーター飛ばして100年ちょっとですと、100年ちょっとで無人のロケットが宇宙へ飛んでますという話を聞いて、今から AI がこの5年でどれだけ進化するんでしょうかという話を聞いたとき、ハッとしました。ですから、どんどん進化していくだろうということで、人間がする仕事とロボットがする仕事が住み分けされてくるだろうというふうに思っています。で、それを AI を身近に置きながら今実証実験しています。で、今ロボットの中にも作業ロボットと、接客ロボットがあると。で、作業ロボットはうちでいうと洗車ロボットとか、磨きロボット、こんなこと、まあ、将来は修理するロボットもできるかもしれないというふうに思ってます。で、接客ロボットはちょっと前まではできないと思ってました。セールスはできないと。でも今のディープラーニング、深層学習というのをですね、いや意味はよくわからんのですけど、いろいろ勉強していくとですね、このディープラーニングがあるとですね、いろんな、ですからデータをたくさん取ったら、だからセールスのデータをたくさん取っておけば、それを、AI を利用してやればですね、どういう人にはどういうセールスをしたらいいかというのが人工知能でできるようになる可能性があると思い始めています。ですからそのために今ある企業と一緒になってですね、そのデータを取ろうというふうなことを考え始めています。ですから、先ほどの最後の質問でいけば、やはり、ロボットにない人しかできない仕事をいかにできる人間でいるかということじゃないかなと思います。まあ、でもいろんなことがですね、ロボットでできるんじゃないかなというふうに思っています。この前も、将棋でね、もう名人が負けたとかですね、いうことがあるんでですね、我々の想像をはるかに超えるスピードで、はるかにすごいことが起きるんじゃないかなということをちょっと匂いで感じてます。答えになったでしょうか。すいません。その他ございますか、学生さんの方から。せっかくですから、いかがでしょうか。なんでも先輩ですから、なんでもいいですよ。どうですか、野球部の人は知ってましたか。よろしいですか。何なりと、もし、どなたでも結構ですので、もしご質問あれば。いいですか。じゃあまた、もしちょっとここで聞けなかったことは、また後で、ちょっとおられると思います。皆さん、まあ、今日こうやってですね、お会いしたのも一つの縁なんでですね、また何かあったらですね、会社の方に電話かけてもらってもいいんで、この前講義受けた人間ですということで、だったらいつでも会いますし、ちょうど2日ぐらい前もですね、広大の学生さんでですね、私がちょっと興味がある人に一緒に仕事しないかということでですね、新規事業しないかということで一緒に食事をして、今の考え方とかとか話をして、で一人はちょっと中退した子だったんですけども、その子も飲食に興味を持っている子がいたんで、一緒に呼んでですね、話をしたりしました。で、皆さんもですね、これ採用活動になるかもしれないんですけど、夢がある人大いに、
ウェルカムなんで、いろんなことを今やろうと思ってますから、あのいつでも話しに来ていただいていいですし、で私62ですけど、私のブレーンが若い子もいるんでですね、その時も40半ばの私のブレーン、シンガポールとか今キャベツの事業、飲食とかを私がいつも相談してる人間で、今度新しく広島の出島に倉庫を買ったんだけども、そこで新しいライフスタイルを売る車のビジネスをしたらどうですかという提案を受けて、おそんなこともあるんかと、でこれ若い人で考えた方がいいですよと、山坂さんはダメよみたいなことを言われて、でそんなこともありますから、いろんなことで興味を持たれたら連絡ください。で決してうちの会社に来るとかどうこうじゃなくてもですね、皆さんがこれから社会に出て活躍する、またはいろんな大学時代にそのいろんなことをする一つのきっかけになったら、私は先輩として大変嬉しいんでですね、いくらでも利用してください。よろしくお願いします。